市川大門町は山梨県南部西厚城郡にあった町、甲府盆地の最南端に位置する、中世以来のは市生産と江戸期以来の市川花火で知られ、毎年8月上旬に開催される新米の花火大会が有名である。2005年10月1日に同じ西厚城郡の三霊町、六号町と合併し、市川三里町となった。古代の律令聖火では、 長域は八代軍から駒軍で編入されたと考えられている市川郷に否定されている。市川里には10世紀には海の国において唯一荘円高流制の確立以前に立層された市川層が成立し、長域は長域の南端に位置する。平安時代後期には日立国から源のり木を清光親子が同省に配慮され、その子孫は 甲府盆地各地に土着して、勢力を広げる会、源氏の勢力基盤となるが、町域には、平市岡の殿の力き屋敷跡や平氏を、寺跡など、武田氏に由来する史跡が分布し、同じく、のりきよ伝承の残る甲府市南部から、中央市、昭和町にかけての地域とともに、市川村の中枢であると考えられている。近世には五家村が成立し、八代郡。 西郷利筋に属する。前村が幕府直轄領、交付反領を経て、強謀9年に、下位一国が再び直轄領化されると在方は三分大肝支配となり、町域は市川大肝支配となる。町域には、寸州王肝の宿場と藤川周運の黒沢菓子が存在し、物流、交通の拠点となる。ありがとうございます。